オーブはクレルモンフェランの方向に運ばれてるわ。気の毒に。お知り合いですか？いや、同類愛憐れむってとこよ。明日は我が身、のんびり墓を建ててる暇はないぜ。そう言わず手厚く葬ってあげないと。あなたが万が一の時にもね。興味ないな。私もお手伝いします。いいのよ。先を急いで。私もすぐ後を追うわ。そうですか。参りましょう。まさか今すぐクレルモンフェラン行こうなんて言わないよな。ああ、夜が明けるまで休もう。シルメディア、なぜ私だと？目で分かったわ。かなり前から入れ替わってたんじゃない？なかなかの観察眼ね。アリーシャは慣れぬ長旅に疲れ切ってかなり深く眠っているわ。あなたもかなりお疲れのご様子。これはアリーシャの肉体であって私の肉体ではないから。こうして長く表層にとどまるのも楽ではないの。少し休むといいわ。すまない、皆には迷惑のかけ通しね。なんだか今日は弱気だな。私はあなたたちが思うほど強くない、不完全な存在なのだから。
この地上に完全なものなどないでしょう。ありがとう。楽になった。姉のような哀れみとはこういうものなのだろうか。私はずっと一人だったから。ここは？また入れ替わったの？すみません。ずいぶん長く眠っていました。シルメリアは疲れて寝てしまったわよ。あなたももう一眠りしたら？夜明けまでそれほど長くないわ。ありがとうございます。あの、何？あなたが探してるものって。シルメリア。違うんです。私は信じてます。でも、もしオーブの周りに宝物がなければ、あなたとアリューゼは。代わりにオーブをよこせと言い出さないか心配なの？あなたを困らせることはしない。よかった。